秋といえばってこれはちょっと調べたんだね、皆さんが秋といえばっていうランキングがあってね、はい、一番はやっぱり食欲の、そうですよね、美味しいもの、まあ、この後について、まあ、紅葉、実り、読書、それから、まあ、行楽、いろいろなんだけど、はい、秋の夜長と言いましてね、はい、要するに、うん、夜のものが長くなるじゃん、夜が長くなるってことは人間的にこういろんなものを思いふけるという時間が多い。だそこにはね、いろんなことからね、まあ、恋とか愛とか、あの人はどうしてんだろうなとかって、そういうなんか、歌を歌ってみたいなっていう気にならない、あ、そしてそれぴったりの曲を専務が探したもん、見つけられた。やっぱり私の恩師のね、はい、やっぱり松尾和子姉さんに、書いた素晴らしい、私の大好きな一曲を、はい、歌ってみようかな、うん、聞いていただけますか、はい、タイトルは再会ですよ、ああ、そうか、いいじゃない、再会です会えなくなって初めて知った海より深い恋心、沈む。